んにちは、三遊亭楽太郎です。あ、この間ね、はい、書かれてましたね。そうです、あの、ね、いや光栄ですよ、やっぱ最近似てるとあの、俺は阿部寛だと思ってたんだけどあの、まあ、うん、系統は同じですね。そうです、うん、系統、まあ、濃いということで、あの、阿部寛さん、うん、楽さんと、楽さん、うん、あとマラソンの成功さん、ああ、セリザノボーさん、セリザノボーさん、みんなかっこいいんですよ。系統一緒です。みんなかっこいいんですよ。はい、で、ね、今日はですね、はい、はい、今日何やってるんですか。実はですね、この間大館とほら、はい、クラブをちょっとこう、うん、と例えばね、うん、クラブを閉じてこう自然に回線して、うん、あのスライスしちゃう人とか、はい、まあ、こうやってクラブを、うん、フォーエグとちょっとダフっちゃったけど、うん、こう捕まってくるじゃないですか、うん、ローテーションして、うん、でやっぱりこれなんでやらしたかというとやっぱインサイドアウトにしたいです、うん、そうすると必ずドローしてくる、はいはいはい、ね、だけどやっぱり僕の生徒さんたちが、うん、みんなあの練習場で、うん、いやこれやったら、うん、ドローしないと質問受けた、質問受けたただドローしたいという人がほとんどだったんですけど、いやこうやると右のネットいっちゃうとか、はいはい、トップしちゃうとか、やっぱりそれはね、いろいろ出てくるんで、うん、じゃあ今日はです、まあ、それを、はい、今日はちょっと説明したいと思います。わ、はい、かりました、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします、はい、あのね、はい、最近あまりにも博士ぶりがすごくて、はい、もうネイチャーにそろそろあの、何言ってんすか、論文出してほしいですよね。いやいや、あの、いろんな先生方の勉強させていただいてるんで、まあ、はい、そうですけど、いや本当ね、すごい。まあ、じゃあ今日はちょっと、はい、じゃあ今日は、はい、そのね、クラブを、はい、まあ、僕の生徒さんで、うん、おたてと僕の真似して、うん、泥打ちたくてこうやったんだけど、うん、そこから右に行っちゃう、うん、これはね、すごい簡単なことなんですよ。要するに、うん、ボールの行方っていうのは、うん、もう D プレーン理論、 D?D プレーンです、ね、ABCD の英語の D。 D プレーンっていうのは、うん、クラブパスですね。それとフェイスの向き、はいはいはい、でその角度ですね、はい、こう入っ、例えば、うん、フェイスがまっすぐ、はい、この向きがね、まっすぐこういう向きです。今フェイスの向き、まっすぐ、それで、はい、噴射角度が、うん、内側から、うん、3度ぐらい、3度ぐらい、はい、そうすると、うん、今まで昔の理論って、うん、僕たちがゴルフ始めた頃は思ってたのは、うんうん、ボールが右に出て真ん中にフックするとして考えてました。そうですね、はい、感覚的にね。そうですね、ただやっぱりディープレーンというのがあって、その理論、うん、でいくと、まあ、それが全てなんですけど、うん、ボールはそれで回転軸で、うん、曲がってきます、うん、じゃあ今のでいくとどうなるかというと、3度内側から入ってきてフェースがまっすぐの状態だと、はい、真ん中から左にフックします。あ、はい、じゃあ2度内側から入ってきて、うん、フェースの向きが2度右を向いてたら、これは右にまっすぐ、はい、右にまっすぐです。分かってきた、要するに、うん、そうです。僕の生徒さんは、うん、インサイドアウトに打つことは、うん、分かってたんですけど、うん、こっちから2度3度、はいはいはい、そしたらフェースはそれよりも2度だとまっすぐ行っちゃうんで、うん、1度開いてればいいわけですよ。はい、1度開くとやったらフック閉じてなくていいんです、うん、1度でも2度内側から入って、まあ、もっと分かりやすく言うと5度ぐらいでいいです、うん、5度ぐらい 今内側から入れます、うん、内側から入れて、はい、こう右から回りましたね、はいはいはい、もう一回いきます。この状態から、うん、同じですね。あれでしょ、今のだったら軽く右からドローしてくる。5度インアウトのフェースは3度ぐらい、3度オープンってことですよね、はい、そうです、そうです。開いててもフェースは開いてても軌道に対して2度閉じてる。軌道に対してね、はい、ってことはドローになるってことです、はい、じゃあその生徒さんはどうしたかというと、うんうん、フェースを2度開いて2度内側から入れてました。それでこうやって打ってたんですよ。なるほど。じゃあどうなるかっていうと、まっすぐ右に2度飛んできました。
前僕たちがやったこの釣りをやってもペースの向き次第ではスポーツを受けていっちゃう。ディープレーンだってことです。でその生徒さんもっとすごいことしたのは、うん、2度を内側から入れて4度ぐらい開いてたんです、うん、そうすると2度右出てそこからまた2度スライスしていくんです、うん、ですよね。じゃああれですか、ちょっと質問していいですか、はい、僕らがやったこのあるじゃないですか、あの時体止めてたじゃないですか、止めてこうやってやったじゃないですか、はい、だから自然にこうだけどフェースが被るわけですよね。そうです。実は、うん、あれは何のためにやってたかというと、うん、スライスしちゃう人っていうのはやっぱりちょっと外からこういうの入ってくるんで、うん、はいはい、体開いてフェースが開く、そう、うん、体開いてフェースが開くっていう傾向になりますから、はい、とにかくインサイドからクラブを持ってくる、うん、クラブをここに抜こうとしてるのに、うん、こっちから来てここには抜くことはできないんですよ。確かに確かに。じゃあもう一人の生徒さんは、うん、そういうつもりで打ってたんだけど、うん、実はクラブここから打ってました。あ、それでこのままこう抜けてこうやってました。これまた腕力いりそうだね。いやこれは一番多いですよ、アマチュアの人で。あ、そうなんだ、はい、よく逆に俺ら疲れちゃう。いやいや、あの腕力なくなってきてだんだん年を取ってくると、うんうん、こうなります。これがあれだ。それなんでかというと、うん、やっぱり自分ではフォローはここって分かってるじゃないですか。でも打った時はこうなっちゃうわけですよ、はいはいはい、それでフィニッシュだけこうやってやろうとするから上手くなってるから。そう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 、なるほど。だからスライスしか出ないですよね。まずインサイドから入れるためにクラブをここに持ってこさせます、はい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 、でも実際その人たちはここに持ってこないで、うんうん、こうやった後にこうやってたんです。あ、僕たち言ったのは最後、まあ、僕はちょっと、うん、あの極端にこうやったじゃないですか。でこれは内側から5度入ってきて、うん、そのまま4度でフェースオープンだったらもうドローして、はい、ドローですね。だから今の見せますよ。じゃあこれで、うん、お、はい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 、あんまり今、はい、今中途半端でした、はい、この間やったのは頭の上に抜いて、うん、これドローですね。ああ綺麗、右からね、うん、一度これ今こんなん抜いたりこんなことしてるけど、うん、結局当たった時のフェースの向きと短かったなんで、うん、はい、そうなのでそこが生徒さんたちは多分、うん、自分が動かしているクラブのパスとフェースの向きが実際は自分の中の最後のフィニッシュだけになってたってことですね。ああ、はい、なるほどなるほど。だからあのこれって、うん、あまりやってほしくないのは、うん、あのじゃあフェースが全てだからって言って、うん、最初からクラブを閉じてたりとかあすごい開いてたりってことはあまりしない方がいいと思います。 あまり進めない、はい、やっぱり、うん、自分がまっすぐは分かってないと当たるときまっすぐ当てられないじゃないですか、うんうん、はい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 。このぐらい開いてると、うん、なんかちょうどまっすぐからとかってやっていくと、うん、だんだんやっぱり自分の向きがおかしくなったりしちゃうので、うん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 、必ずフェースの向きはまっすぐ構えることを前提に、はいはいはい、それから球筋によって少しずつフェースの向きを変えてください、うん、でドローフェーダーの知るじゃないですか、うん、で基本的にはフックドローヒッターはフェースを絶対にちょっと開いてる、うん、あなぜかというと、うん、軌道がインサイドから入れなきゃいけないので、うん、それに対してスケアにフェースを合わせる。ああそうだね、はい、でこれをまっすぐに向けてドローを打とうとしてると、うん、ちょっと引っ掛けて打つような形になる。強くなっちゃう、はい、ドローじゃなくてフックになっちゃう、はい、でそれだと昔の理論的になっちゃう、うん、そうだね。フェースをこれ、まあ、本当に昔もみんな思ってましたからね。インテンショナルまっすぐドローってやつだね。足が向きに対してこのまま足の通り行くと必ず真ん中に戻ってくる、うん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 、フックして、うん、でもこれはやっぱり実際はフェース開いて使ったりしてるってことです。はいはいはい。だってフェースの向きにしかボールっては飛ばない。飛ばない、はい、そうだね、もちろんそうだね。それがディープレーンですから、うん、はい、なのでフッカーの人っていうのは例えば2度ぐらいフックさせたいと思ったらフェース大体2度右向いてます、うんうん、でその状態からちょっとこう閉じて当ててるっていうことが、うん、まあ、ほとんどのプロを見てると傾向的には、はい、それが多分一番イメージですよね。かぶしといてフック打とうとすると、うん、
ものすごい左行くか、逆にオープンしなきゃいけないのでまっすぐ行かせるためには、うん、そうするとツイツバが合わなくなっちゃいます、うん、なのでフェードヒッターっていうのはフェードヒッターは結構最初から閉じてます。はいはいはい。でフックグリップだったりとかこう閉じた状態でこっち向けといて、はい、で当たるときにこうフェードって、はい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 、そうするとやっぱり強いフェードになってくる。そうですね、そうですね、あのしっかり距離の出る向いてて、うん、軌道だけをカットにこうフェードを打つ人ってのは力が弱い、これだと飛ばないっていう位置になっちゃう。だドローも一緒です。こうしてて、うん、なんかかぶしときながらこうして右行かないようにつってて、うん、こうやって手使うと、うん、こうちょっと弱々しいかな、あじゃなくて最初から気持ちよく振れない、ちょっと右にこう、うん、3度ぐらい向けといて、うん、そこからクラブ内側から入れてきてフェースが、うん、これもう一回いきます、うんうん、でもストレートだね、はい、そうだから今みたいな球が出た時は実は失敗して、うん、3度内側から入って3度開いてたってことです、はいはいはい、でも大きなミスにならない、ね、そうです。このまま今のちょっと右向けといて、うん、こういくとお強いめちゃめちゃになってますね、うん、もう本当に2ヤード2、3ヤードぐらいのドローだね。なので今日は、はい、ちょっと生徒さん毎回ね上げると何かこういつも質問が来たりとか、うん、直接質問をいろいろ言われるんですけど、はい、まあ、今回はそのフィニッシュに惑わされないってこと、うん、例えばこうやったらフェードじゃないですか、はい、でもそれはイメージだけで、うんうんうん、実際に内側から入れてこうやったらドローするね。ドローなんですよ。これが何ですかね、フィニッシュはあまり関係ないってこと、いわゆる、はい、ただ、うん、フィニッシュの形っていうのはクラブがどっちから入ってきたっていう現れなんで、うん、今でも実際はこうやったぜこうやってるだけなんで、うんうんうん、クラブはちゃんとインサイドなんですよ、はい、で逆に今度はこう捕まえたくたって、うん、クラブがこうやったら左からフェードしますよね確かに。そうこれでもこういう逆のことは絶対ありえないんだけど、うん、要するに関係ないってこと、うんうん、じゃあちょっと数字難しいけどそこ理解してくださいって感じですかね、はい、じゃあ最後に、うん、ゼロで入れてゼロのフェースで打ちます。ゼロゼロで、うわ完璧だ。これはね本当にまっすぐいった、入った、はい、入りました。今日は、ちょっと質問があったんで、うん、ディープレーンを。でもあれですね、あのこのこれもこうチキンウィングになる人なんかは、うん、あまりその右行っちゃってもあの練習するあれはありますね。この間あのインサイドがいるっていうか、まあ、それはチキンウィング、うん、チキンウィングを直すためなんだ、ね、直すような感じでしたね。なのでチキンウィングの人はやっぱり、うん、こっちに抜けるように、はいはいはい、でインサイドから外に行くと、うん、腕って自然に回旋するんだよ、はいはい、で外から内側来ると腕って回旋しないのよ、うんうん、当然ですよね。あの前この間やった小立の先輩たちは、うん、こう行かないで、うん、こう畳んじゃっていいですよっていう、畳めば必ずおい軽いドローですね。なんかミケルソンそんな感じだよね。あミケルソン、そうだわ確かに。左だからさあまりミケルソンはあんまりこうやんないですよね。確かにミケルソン畳むこういくよ、あのロブショットも畳むしね、はい、なるほどなるほど、ね、あのね今日分かったことはね、はい、博士はね、うん、最近ねすごいけどちょっと年取ってきて数字が出てこなくなってるしょうがないですあのねやっぱね忘れ物が多いし、確かにしょうがないですよ、しょうがないですね、はい、本当にいつもありがとうございます、はい、でそれでこう素晴らしい配信していただいて、はい、あの皆さん救われてる人もいると思いますし、はい、僕も救われてますので、はい、ぜひはい、ちょっとねトム・ワトソンコースは頑張ってほしいですね、この冬の、はい、調整、はい、じゃあいいスイング、もう一回いいスイング、もう一回あの何ですか、ね、今ゼロゼロで入れてる、あゼロやったん、ね、ったじゃあね、あれドロー、例えばドローします、決勝はあどっちも打つけど、はい、じゃあね僕が言いますね、はい、軽いドローの175ヤードのショートホール、はい、ということは3度内側がいて
はい、2度ぐらいちょっと閉じてみます、はい、さあ難しいですよこれさあ。でこういうとストレートで見えちゃって、でもまっすぐだけど軽いドローしてるよ。まあしてるよね。多分3度入れて2度ぐらいかな、はい、うん、あのね、開いてる感じですね、はい、いやいい感じです。じゃあせっかくだからフェードで、パウン率がね 83% ぐらいだからね。この間90と80ちょっとぐらいですよ。だからもう16ホールは乗るじゃん。そうですね。だこれはねちょっと頑張ってほしいです、ね、じゃあ真ん中の鉄塔にフェード、真ん中の鉄塔にフェード、はい、3度入れて2度開きます、はい、お、やっと博士の頭が冴えてきた。そしてダイナミックロフトを3度ぐらい、はい、立てる、5度ぐらい立てていきます。おー、ということは低いちょっとフェードになります。はい、うわ完璧だ。ほら真ん中いた。これやばいやばいやばい。ていうかね、っていうかスイングがめっちゃ悪い。もう体が固まってる。いやいや、確かに寒いから体が動かない、はい、博士のうまさが際立つけど、はい、今度ねあのトラックマンで説明してもらっていいですか一回。そうですね、トラックマンの見方とか、ね、結構俺 GC とかでやったけど、うん、じゃあ3度開きますとか2度閉じますとか、うん、かなりね、うん、自分で言うのもあるけどできてました。できてる。あ、ただ試合じゃできないんだけどね。いや試合できてるでしょ。できてるんですけど。できてるでしょ。いやいや、あのそれ、あとはあのアプローチ教えてくださいパターと、あ、はい、あとまああと皆さんの応援というかね、はい、気持ちがこうガーッとこうパワーが、お願いします。はい、はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました、はい、よかったらいいねボタン、はい、とよろしくお願いします、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。またまた。これめっちゃ長くなっちゃったじゃん。